はいえー、どうやっていかな、3188回始めたいと思います。8月11日、えー、日曜日、入ったところですね、はい。今日8月11日でパリオリンピックね、終わりだと思いますよ、閉会式で、うんあのー、2週間ですか、えー、パリオリンピック。 早いね。こないだの、セリーヌ・ディオン、<laughs> ね、あの、開会式見たと思ったら、ね、あの、レディー・ガガの開会式見たと思ったら、早いね。2週間あっという間だね。本当に2週間なんか、本当にあっという間だよ。うん、もう終わっちゃうよっていうことで。ただ日本、今すごいよ。昨日かな金メダルラッシュ。ね、レスリングと、うーん、んでしたっけブレイキン。ブレイキンのアミさん。ね、見てないけど。 金メダル取ったみたみいですよ初代女王あともう1個何かで取ったんだよね確かうんレスリング2つかなうんっていうことであのー、すごいことになってますよはい16個金メダルで今国別ランキングで中国アメリカオーストラリアについて国別で4位なんと地元フランスを抑えてねあのまあ総数ではねフランスイギリスに負けてるんですけど あの金メダルの数では、あの上位にいるってことで。なんか国別ランキングの出し方。うん。やっぱり金の数。で、うん。総数じゃなくて、金メダルの数。で、まず、ね、あのー。が重要みたいですね。うん。すごいよ、十六個。さらに今日、最後、あのー、なんでしたっけ。北口、ね。いるし、あとレスリングもいるし。ね、金メダル候補。あと、なんだ、今卓球ね、あの中国と。 卓球女子、今やってるんですけど、ね、あのー、負けそうですね、<laughs> 今負けそうですよ、もう1戦目、2戦目落として、ね、崖っぷちの日本っていうところに来てるみたいですよ。はい、ということでね、あのー、すごいよね、はい、パリオリンピック日本、うん、こんなに金メダル取れるとはということでね、あのやっぱ意外だったのがね、フェンシングね。 フェンシングでかなり取りましたね、メダル。あんなに取るんだっていうぐらい。あと、スケボー。スケボーもね、まあ、前回、まぐれじゃなかったんだと。もう日本のお家芸っていうぐらいね。あと、ブレーキン。ね、あと、意外だったのが、まあ、体操ね、体操、うん。体操も結構やりましたね。岡君っていう、岡さんっていう人。二、う、十、ん、歳の人がね、個人総合で、あとね、ね鉄棒だかなんだかでも取りましたね。種目別で。うん 逆にちょっと期待されてたのがちょっとあれあれっていうのが水泳とかだよね水泳あと柔道、うんまあ、柔道はまあそ,そこそこね取、うん、ってるけどまあまあいつもよりは取ってないっていう感じですかねはいということでパリオリンピック終わりますということであとね今私宮城県南部いるんですけど台風が迫ってきてるみたいです、うん、台風午後うんあのー まあ、東北の人間からすると台風っていうのはねあの大変なのが九州とか四国とか、ね、沖縄とか鹿児島とかあの辺ですよまずガツンと、うん、いきなり海からね上陸するみたいなであのー、台風ね九州上陸してまた四国上陸してね紀伊半島から東海関東そんで東北に来るみたいな感じでね順々いつもこのパターンですよ。で東北にに来る頃にはもうちょっと なんててうのかなあの勢力が衰えてね、うん、雨も風も大したことなくなって、ね、あの温帯低気圧に変わるみたいな感じいつものパターンでまあ東北はそんなに被害を受けないんですよね台風は、うん、毎年毎年、うん、上陸しないから、うんね、あの上陸するのはいつも、ね、大変だなと見てるのが九州とか四国大変だなみたいな感じで見てるんです沖縄とか、うん。それが今回の,この台風午後 なんだか太平洋のね方から西に進んでくるっていうこんな台風は本当に少ないですよ。うん、今まで宮城県福島県岩手県辺り、うん、こ校いきなり台風上陸したっていうのは1回とか2回ですよ過去。うん、あのそのね過去経験のない台風上陸が、うん、明日に迫ってるってことでね、あのー ビビビビっっててまます。す <laughs>。かなりビビってます、はい、そんなに勢力が大きくないんでね。風は大したことないと、おそらく、うん、あのただ雨が心配だね、うん、東北は弱いよ、うん、あの災害に雨の災害、風の災害、うん、だって経験が少ないから、うん、西日本に比べて、うん、弱いと思いますよだからね、ちょっとビビってます、私、明日仕事で家にいないんでね。家が心配だね。はい ということで、えー、今日、えー、あのね、そう、で、お盆、明日以降、ちょっと仕事、私、立て込んでて、あのー、なんだ、あんまりね、俳く来れないんで、今日はね、ここで19本喋っていきますよ。もう、終わるまで帰れません、ということで、あのー、終わるまで帰,帰れないですよ、今日は。と言っても、今ね、あのー日、日付またいたばっかりですよ。8月11日の0時14分に入ったばっかり。 まだね日付変わってから14分しか経ってないんで時間はたっぷりあるんでねまあ4時ぐらい、5時ぐらいまでゆっくり喋って帰ります。で1本目、3188回いきますよまあよくあるニュースですねこれ、まあ、日本通常運転というニュースですよ。警察署に1307回電話、うん、お前、バカかなどと暴言ということでね容疑の69歳逮捕ね、うん、69歳の男ですよね。これねうん あのまあ、警察署にね何百回何千回と電話する人いるんですけどまた出ましたってことでね69歳の男逮捕ね電話かけすぎたって本人言ってるみたいですね <laughs> 警察署に1307回、うん、埼玉県警、うんえー、発表によると、えー、この男69歳かな69歳の男、えー、6月9日から7月9日までの、まあ、1か月間だね、うん、携帯電話から、えー、同署に 1307回ね電話かけて「お前バカか」などと暴言を吐いたり執拗に文句をね、えー、繰り返したり業務に業務を妨害した疑い調べに対して電話をかけすぎたと容疑を認めていると、うん、合計通話時間は23時間を超え同署はこれ以上続けるなら あ逮捕すると警告していた、ね、警告していたにもかかわらず電話し続けたのね <laughs> 男は2022年にも1週間以上にわたり、えー、県警の代表番号などに計2000とび60回電話 <laughs> して、えー、埼玉地裁からあ埼玉簡易裁判所か埼玉簡易裁判所から、えー、同罪で同罪っていうのはあれかなんだこれ。 何の容疑なんだろうこれ、うんえー、罰金10枚の略式,略式命令を過去にも受けてたということですね、過去、まあ、2年前か、2022年にも1週間以上にわたり、えー、県警の代表番号に2060回電話したとしてあの罰金10枚の略式命令を受け,受けていたということですね、はい、埼玉県警川口署ね困っちゃったね。1ヶ月で、3000? うん何回、うん、?1306 回か、うん、1307回電話かけたとして偽計、えー、業務妨害だね業務妨害で逮捕されているってことですねこれもう常習ですよ2年前にも、まあ、の罰金、ね、略しあ罰金10万円の略式命令を受けているってことで,で今回も同じようにってことでねはいあのー。 でこれ携帯からからけてでしょ1300とか何か、うん、2年前にも2060回っていうことであの結構通話料もかかるんじゃないですか携帯だったら、うん、1回10円にしても2万円とかねかかるよね1307回か、うん、2万円はいかないか2万円弱ぐらいかかるのかなそんだけ電話代かけて携帯から、うん、ね 川口署に駆けまくってねまあ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 お前バカかとか何の用事があったのかねこれね、うん、無職の男川口氏69歳、うん、まあ平常運転だねこういう人いるね警察とか被害に遭うねあと公共あのやっぱり公務員っていうかねあの公的な機関とかねよく被害に遭ってるねあの民間のねああのまあ、飲食店とかそういうとこでもたまにあるけどうん いうことですねはい、まあ、平常運転ですよあと今ね相変わらず福島の飲食店とかにあのー、中国から電話ねまあピークに比べピークから比べたらそう,そうでもないみたいですけど電話来てるみたいですよ迷惑な話だよねうん国を越えて本当にあの例のあれですようんあのー、処理水ねをねあのー 海洋放出したっていう件で中国がいつまでもぐだ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 言ってるのね政治利用してね本当に処理水だって言ってるのにお前んとこの原発からの方がよっぽど放射性物質常にも漏れてるっていうのにもかかわらずなんだよねうんということでまああの電話ねうん本当迷惑なんでこうやって偽計疑問問うんしかし警察もあれだねこんなに1ヶ月間にわたって1,000何百1307回言わずにもう100回ぐらいで。 ね逮捕していいいんじゃないですかこれ、うん、こんな1,300回も付き合ってらんないでしょ、うん、やっぱある程度のラインがあるんだろうねこれね、うん、で前回2年前うん2,060回であの逮捕してると偽計疑問妨害で今回、えー、1,307回で逮捕してるということでまあ若干短くなってるねスパンがねスパンというか回数が、うん、これだっておね 100回ぐらいで逮捕していいと思いますよ。うんうん、お前バカかとか言ってんだから、うん、まあ妨害以外の何者でもないよね特に用事はないってことでしょ、うん、ストレス発散でしょ、うん、なんかね面白くないことがあってっていうことなんで、はい、付き合う必要ないと思いますよこういうのは、うん、あの粘着質な人いるから本当にあとねあの仕事してないと暇になっちゃうから暇持てあまわしちゃうんでねそういうね あのー、有害な老害,、うん老,害うん、老害にならないように、ねあのー、皆さんやっていきましょうよ、このチャンネル見てる方、ね、結構、男性の年配の方、うん、50代、60代、70代ぐらいの方多いんですけど、わと、うん、見てる方ね、あのー、もう本当に、ねあのー、世の中の足の引っ張,り引っ張らないように、ね、ご迷惑にならないように、ね、自分で何か、ね、退屈しのぎする、ねあのー、手段考えていきましょうよ。 うんということです。はい、終わりたいと思います。三千百八十八回終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。